アクアチャンネルのザッキーです。今回は BMW M2 専用の車種別カット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、今回紹介しますこのカット済みプロテクションフィルムですが、このプロテクションフィルム皆様もご存知の方たくさんいらっしゃると思いますが、本来ですと車の塗装面ですね、バンパーですとかボンネット、フェンダー、ドア、ルーフ、こういったところに全体に施工するものになっています。このプロテクションフィルムは塗装面を傷から守ってくれる特殊なフィルムになっています。本来ですとそういったように全体的に施工するものになりますが、全体に施すと効果は非常に高いのですが、お値段が高価になってしまいます。これをもっと手軽に日常的に使用していて、特に傷がつきやすい場所、ここに重点を置いて貼る場所の形にあらかじめカットして貼りやすくしたもの、これが当店オリジナル商品カット済みプロテクションフィルムになります。はい、今申し上げた傷から守るということになりますが、このプロテクションフィルムの最大の特徴は、表面についた軽重な傷は熱によって自己修復する、こういった特徴を持っています。これ分かりやすくした映像があります。こちらをご覧ください。はい、これは今回紹介するこの透明タイプのプロテクションフィルムと同じ性質を持ったツヤありの黒のプロテクションフィルムをアクリル板に貼り込みした状態になります。そこにこういったようにワイヤーブラシで無数の傷をつけています。全体的に傷をつけてるんですが、光が当たってる部分、傷が分かりやすいと思いますので、矢印に注目してください。はい、ここにヒートガンで強制的に熱を与えると、このようにスーッと傷が消えてくれます。はい、このようにですね、今回は紹介のために強制的にヒートガンを使って傷を消していますが、熱によって自己修復するということになりますので、例えば気温の高い時などは、温度によってじんわり消えたり、スッと消えたり、こういった状況になります。これ以外にも紫外線を低減する効果も持っております。紫外線を低減してくれることで恩恵を受ける場所というのはヘッドライト。今回もこの M2 専用にヘッドライトプロテクションフィルムラインナップしています。ヘッドライトは劣化してきますと白くくすんでしまったり、もっと進行すると黄ばみ、黄変を起こしてしまいます。そういった紫外線による劣化も低減してくれる。そういった効果を持っています。はい、それから優れた疎水性を持っております。プロテクションフィルムの表面に水をかけるとですね、水をとにかく弾く、こういった状態になりますので、そもそも汚れがつきにくい状態になります。そしてもう一つ、優れた光沢性を持っております。プロテクションフィルムを貼り込みした場所は、とてもツヤツヤの状態になりますので、透明なレンズのヘッドライトでさえ貼り込みすると、とても美しい状態になります。それから、こちらの M2 モールがブラックになっていますので、このモールもですね、劣化を防ぐ目的もありますが、この美しいブラックの状態を保つことができます。こういった素晴らしい効果を持ったプロテクションフィルムを、車種ごとにカットしたものが、このカット済みプロテクションフィルムになります。実際にこの BMW M2G87 のヘッドライトプロテクションフィルムになります。ヘッドライトプロテクションフィルムですので、はい、この部分、運転席側ですね、こういったようにレンズの形状に合わせてカットしていますので、ヘッドライトを外すことなく、または切ったりなどせず、このまま貼り込みができるのが特徴になっています。このカット済みプロテクションフィルムは大半が透明タイプになっています。これ以外にもこれから紹介する部位がありますが、ヘッドライトに限りまして、この透明タイプ以外のカラーバリエーションが選べます。これ以外にライトスモーク、それからスモーク、そしてこのクリアタイプと3タイプから選択ができるようになっています。これ以外は透明タイプになります。手に持っているのが透明タイプのプロテクションフィルムになりますが、白く見えていますが、これは裏面の剥離紙が白くなっていますので、このように見えますが、貼ってしまえば透明ですので、この状態、わからない状態になります。こういったカット済みプロテクションフィルム、実際にこの M2G87 のどういったところに商品のラインナップがあるのか、今ご覧になっていただいたように剥離紙がついた状態で商品の紹介をさせていただきます。そしてそれらの商品すべて実際にどのようにして車に施工するのか、この貼り方の方法も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは商品を一つずつ紹介していきます。まずはヘッドライトプロテクションフィルム、先ほどもご紹介しましたが、こういった状態でレンズを保護できるようになります。ヘッドライトは飛び石も心配になりますので、こういった形でしっかりレンズを保護できると安心ですね。こちらは先ほどもお話ししましたが、透明タイプ以外にライトスモーク、それからスモークが選択できます。ライトスモークは
別な動画で BMW X3 に張り込みして紹介した動画がありますので、そちらの動画の URL、 この動画の説明文、概要欄に記載してありますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。今回は透明タイプを張り込みしていきます。こちらは左右で1台分のセットになります。はい、続いてはモールプロテクションフィルムです。モールプロテクションフィルムは文字通りこのドアモールからクォーターの部分ですね、ぐるっと一周このモール部分に張り込みができます。それぞれ分離していますので、そのように分割しています。例えば順番に紹介しますが、モールプロテクションフィルムのナンバーワンになりますが、まずモールのドアミラーまでの部分ですね、ここに張り込みができるもの、そしてその続きですね、今度はこの部分です。ここは長いですね、ドアについているモール下側、これはモール部分になりますので、もちろんこのように折り倒してこの面を保護できるようになっています。これが2番、同じように続きます。3番はここでモールが分離していますので、こういった状態で張り込みができます。4番はこの部分になります。ここもこういった形状にカットしていますので、自然にこの形状に張り込みができるようになります。4番はここまで表面を保護できますが、ここからはこのモールの表面になっていきます。続いて5番です。5番は今度はドアの上側になります。この形状になっているんですが、押さえるためにマスキングテープで固定します。そうするとこのモールの形状にカットしていますので、自然にこのカーブを描いてこの部分に張り込みができるようになります。モールプロテクションフィルムにはもう一つこの形状のもの、これドアミラーの内側の根元のパネルになりますが、ちょうどこういった形状になっている部分ですね、この影になって少し分かりにくいですが、この部分にも張り込みできるものになっています。これが全てセットになっています。今片側で全部で6点紹介しましたが、左右合わせて12点で1台分のセットになっています。はい、続いてはドアハンドル部分になりますが、ドアハンドルはやはりこの部分、へこんだ部分ですね、ドアを開ける際にどうしても爪が当たって傷がつきやすい部分になります。注意していてもなぜかたくさんの傷が入ってしまいますよね。実際にこのお車も少し傷が入っている状態になっています。ここに張り込みできるのがドアハンドルプロテクションフィルム、2つ分割しています。1枚のシートですが、パーツは2点分割されていて、1つは今気になるこの部分ですね、ここにこのように張り込みができるもの、そしてもう1つはこのハンドル部分です。この部分に張り込みができるようになっています。ここはタッチセンサーがありますので、この部分はあらかじめカットして切り抜いてありますので、張り込みもとても楽ちんです。こちらは左右で1台分のセットになります。それから今のようにですね、若干塗装面に傷が入ってしまっている場合でも、プロテクションフィルムを貼ることによってその傷がかなり目立たなくなるのも特徴です。続いてはドアエッジ部分になります。こちらも心配ですよね。不用意に開けてしまって障害物、壁などがあった、もしくは風で煽られてしまって障害物に当たってしまった、そんな時にエッジ部分にダメージを受けてしまいますが、それを保護できるのがこちらドアエッジプロテクションフィルムになります。ご覧のようにこのドアのカーブ、これに合わせてカットしてありますので、自然な状態で無理なく張り込みができるようになっています。こちらも左右合わせて1台分でセットになります。さあ、続いてはフェンダーやサイドステップ部分になります。ボディがワイドなこの M2G87 ですが、そうなるとやはりフロントですとフェンダーのこの部分、それからサイドはこのサイドステップ全体ですね、かなり張り出しています。そして同じようにリア側のこの部分ですね、砂の巻き上げや飛び石などそういった心配が出てきます。ですからこの部分しっかり保護したい部分になります。商品は分けてラインナップしていますので、一つずつ紹介しますと、まずフロントですね、フロントフェンダープロテクションフィルム、こちらは2つに分けてあります。サイドステップ部分でこのようにフェンダーと分離していますので、サイドステップ部分はこのシートがこの部分に張り込みできるようになります。こういったイメージです。それからもう一つ、これはセットになりますが、今度はフェンダーのこの部分ですね、はい、こういった状態でこの部分を保護できるようになります。ですからこの2つセットになっていますので、しっかりこの前側のフェンダーとサイドステップ部分、表面を保護できるようになる、そういった商品になります。はい、続いてサイドの前にこちらを紹介します。フロントと同様にこちらはリア側になります。リアフェンダープロテクションフィルムです。
リアフェンダープロテクションフィルムも分割していますが、1枚のシートに2つのパーツになっています。1つはこの部分を保護できるもの。これがこの部分になります。透明で分かりにくいんですが、こういった状態になります。これが1つ。そしてもう1つはこの部分ですね。サイドステップからの続きになりますが、ここの表面は全体的に保護できるようになっています。ここ一番心配だと思います。前から巻き上げてくる砂ですとか飛び石、心配ですね。ここが張り出しているので当たりやすくなりますから、ここはしっかりこのように保護できるようになっています。こちらも左右で合わせて1台分のセットになります。はい、そして今度はサイドステップ部分です。先ほどフロントフェンダー、リアフェンダー紹介しましたが、フロントフェンダーはこの部分で一旦分割されます。リアフェンダーもこのドアの開口部のつなぎ目のところですね、ここで一旦分割されますので、サイドステップ部分はその間ここになります。それがこちらのシートになりますが、1枚のシートに2つのパーツが入っています。まずはこのサイドステップ部分全体を保護できるようになっているのが、この幅の広いシートになります。こういったイメージになります。これでぐるっと包み込むようにサイドステップ部分を保護します。その上についています、この幅の狭いシート、ここにあるんですが、これがドアを開けたところになります。ドアを開けますと、サイドステップ部分はこの部分があります。先ほどの幅の狭いパーツはここに張り込みができるようになっています。はい、ですから今ドアを開けてますが、乗り降りの際これだけ張り出してるとステップ部分足ぶつけやすいですよね。同時にスカーフプレートがついていますが、この角の部分は保護されていません。ですがこの角の部分も一番当たりやすいところになります。ですからこのあたり傷がたくさんついてしまってるっていうお車あるんではないでしょうか。皆さんも悩まれていると思います。この部分を先ほどのサイドステッププロテクションフィルムで全体的に保護できますので、1枚のシートで持っていますが、先ほどの幅の広い方はこの部分ですね、サイドステップ部分。そしてドアを開けた部分はこちらの幅の狭いパーツが保護できるように、片側で2分割にしていますので、これで乗り降りの際も安心です。はい、ドアを開けた車内側の商品もう一つあります。心配な部分はこちらも心配ですね。クォーター部分になります。 M2 はクーペになっていますので、後部座席のドアがありませんね。そうするとこのシートバッグを前に倒して荷物の出し入れですとか、後部座席の乗り降りが発生します。その際に例えばハンドバッグの金具の部分が当たってしまったですとか、そういった不意なダメージですね、心配になります。それを保護できるのがクォーターパネルプロテクションフィルム。こちら2分割になっています。一つはこういった形状ですが、これがですね、この部分に張り込みができる、この面ですね。そうするとスカッフプレートが下にありますが、このスカッフプレートを逃げるようにこういった形状でカットしていますので、このまま張り込みができます。さらに幅を少し多めに取ってありますので、折り返すことによってこの角の部分も保護してくれるようになります。さらにもう一つのパーツ、こういった形状になりますが、これがこの部分、側面部分に張り込みができます。はい、こうして当てがうとこの角の部分こうやって見えていますが、これが先ほどの1枚目のシートを貼った時に角を保護する目的がありましたが、これでつながるようになります。そうするとこのクォーターパネルの部分を全体的に保護できるようになるのがこちらの商品です。これは片側で2点、左右で4点で1台分のセットになります。はい、走行中のダメージを防ぐもう一つの商品、こちらリアタイヤハウスの後ろ、リアバンパーの部分になりますが、この部分も心配になりますね。ですのでリアタイヤハウスプロテクションフィルム、はい、こういった状態で張り込みができます。これでこの部分、例えば石が飛んでしまったなんてことでも、こちらについてしまう傷を防いでくれます。こちらも左右で合わせて1台分のセットになります。はい、続いての商品はこちらです。ここは給油口になりますが、給油口プロテクションフィルムになります。給油口の蓋になるんですが、オーナー様ならもうお分かりかと思いますが、給油の際ここを手で押します。したがってどんなに車が土砂で汚れていても、ここは触れないと給油ができないんですね。そうするとこの蓋の部分、特にこの部分ですね、とても傷つきやすいところになります。ですのでそんな心配から解放できるように、蓋全体に張り込みができるように商品化しました。こちらが給油口プロテクションフィルムになります。もちろん貼っておいても触りますので、
表面に傷はつきます。ですが、熱によって自己修復するプロテクションフィルムですので、気を使って開けるということがなくなります。また全体に張り込みしておけば、この部分はしっかり傷から保護できますので、安心です。はい、続いてこちらトランクルームになりますが、ここで心配なのはやはり荷物の出し入れによってついてしまう傷。リアバンパーのこの部分ですね。かなり出っ張りがありますので、ぶつけやすいところにもなります。注意していたとしても、例えばゴルフバッグのバックルの金具が当たってしまったですとか、そういったことも心配になってきます。傷をつけないように慎重にしているのについてしまうと残念になりますので、そもそも傷がついても大丈夫という状態にしておけば安心です。ですので、リアバンパープロテクションフィルムでしっかりこの部分を保護しましょう。はい、ここまで広範囲に保護できるようになっていますので、リアバンパー部分、この上の面からさらに角を折り返して角の部分も保護してくれます。これで荷物の出し入れの際の不安は解消されます。はい、それではこの後貼り方の紹介をさせていただきますが、貼り込みする前に事前にご注意いただきたいことがあります。今回のプロテクションフィルムは洗剤水による水張りをします。したがって施工箇所に水をかけるようになりますので、思わぬところから汚れを呼んできてしまって、プロテクションフィルムの間に入り込んでしまったり、そういった恐れがありますので、事前に細部にわたってきれいに洗車をしてください。その上で水分をよく拭き取って、貼る場所は脱脂をしていきます。はい、この脱脂は脱脂剤を使用しますが、当店ではこういったブレーキ&パーツクリーナーを使って、乾いた布に染み込ませて対象箇所を拭き取って脱脂をしています。それから先ほどもお話ししたように、中性洗剤を水で希釈した液体をかけて施工していきます。その際に使用するのがこのハンドスプレーです。この中に液体を入れて、対象箇所とプロテクションフィルムの粘着面にたっぷり吹きつけて張り込みをします。このハンドスプレーですね、洗剤水を入れるボトルともう一つ、何も希釈していないただの水を入れるボトル。この二つがあると張り込みがとてもスムーズに行えます。このあたりもそれぞれの貼り方の時に紹介させていただきますが、可能であれば2つご準備ください。はい、それから洗剤水を使って貼り込みしますので、水抜きをしていきます。きれいに表面を慣らして水を抜くのに必要なのがこちら、スキージーです。当店ではシリコン製の柔らかめのタイプを使用していますが、ゴムヘラでも代用は可能です。ただし、車は様々な曲線を持っていますので、追従する意味でも柔らかめのこういったスキージーを使用するのをお勧めします。今紹介しましたこれらの道具はご準備が叶わない場合はですね、当店のホームページ、オンラインストアで購入が可能になっております。商品と一緒にご購入も可能ですので、ぜひご準備が叶わない場合にはご利用いただければと思います。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に URL を記載しております。それでは各商品の貼り方を紹介します。ヘッドライトプロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは運転席側用になりますが、このように仮合わせをすると形状は確認できます。または商品のタグ R となっているものが運転席側になります。L は反対の助手席側になります。間違えないように張り込みします。では実際に張り込みしていきます。プロテクションフィルムを設置しましたらば、位置を合わせるのはこの目尻の部分で合わせます。この形状、それからこの下側のラインですね、この部分を合わせて、まずはこちら側でプロテクションフィルムを固定します。ここでプロテクションフィルムが動かなくなっていましたらば、あとはここにたくさんのシワが発生しますので、この範囲でこのシワを解消します。決してこの範囲ではありませんので、ここで引っ張らないように注意してください。このあたりを持って向こう側に引っ張ってシワを解消していきます。
これでヘッドライトプロテクションフィルム張り込みが完了した状態になりますが、最後ですね、この辺りにシワがたくさん寄りますが、今ご覧になっていただいたように少しずつ分散させて張り込みすると綺麗に貼ることができます。このようにして反対側も同じように張り込みしてください。モールプロテクションフィルムの貼り方になります。商品は片側で6点、左右で12点になっています。それぞれ商品のタグがついていまして、最後のアルファベットと数字の部分、アルファベットが R になっているものはすべて運転席側になります。 L は助手席側になります。ですのでまずはじめに R と L を振り分けて6点ずつに分けてください。その上で今度は末尾に番号が振ってあります。1番から5番と数字がないシートが1枚、これで全部で6点になります。その数字若い順、1番からですね、1番からこの部分になります。したがってこういった小さなパーツ、これが1番でこの部分、2番が今度はこちらになります。ドアミラーの付け根からドアの終わりまでですね、ここまでで2番、同じようにして3番、ここでモールが切れます。そして4番、ここでモールが切れます。それから5番、ここは一番長いシートでカーブを描いています。そして6番がこのドアミラーの部分のパネル、三角形のパネルになります。このように専用品になっていますので間違えないように注意してください。では実際に張り込みしていきます。代表としてまずこの細長い部分で5番を張り込みします。ここは幅の狭い部分になりますので、洗剤水が濃いとなかなかつきにくくなります。したがって今のように洗剤水をかけたら、今度は希釈していないただの水が入っているボトルで少しかけて薄めてください。このあたりは実際に張り込みしながら調整となります。長いフィルムになりますので、このまま剥離紙を剥がしながらまずは置いていきます。この後調整していきます。ではまず位置を合わせていきますので、このモールの切れ目、ここでパネルが分離していますので、この部分に端を合わせます。このようにして徐々に張り込みしていきますが、一つ注意点があります。モールの上と下の R ですね、表面から向こう側にこのように折れる部分がありますが、その R に乗らないように注意してください。したがって極端なことを言うと、モールの中心を表面を張り込みするというイメージになります。 R を乗り越えると端が浮きやすくなりますので、表面に必ず張り込みしていってください。これで5番が張り込みできた状態になります。これと同じ張り方になるのが4番になります。今度は4番を実際に張り込みします。4番のプロテクションフィルム、設置する場合にはこの形状を合わせてください。外側の R、 この形状にカーブが合いますのでを合わせるんですが、ここも先ほどの5番と一緒です。この R を乗り越えて向こう側に折れないように表面にフィルムを置いてください。この部分のバランスが良ければ水抜きをしてしまいます。今このように飛び出している部分がありますが、これは向こう側に倒して張り込みします。ここを張り込む際にですね、このままですとなかなかつきにくい場合がありますので、洗剤が入っていない水をかけて薄めます。上から下に向かって水を抜いていくと、はい、このようにしっかり密着してくれますので、このように貼ってください。ここまでできましたらば、あとはこの部分を5番を貼った時と同じように貼り込みします。
はい、これで4番の張り込みが完了になります。じゃあ続いて2番と3番になりますが、この2つは張り方が同じになりますので2番で説明します。まずプロテクションフィルム、こういった状態になっていますが、張り込みするのはこの表面とこの表面で、このように巻き込むように L 字型に張り込みします。下がってプロテクションフィルム、剥離紙の状態で置くとこういったイメージになります。では実際に張り込みします。プロテクションフィルムは上側の縁、車内側ですね、この窓側の縁をモールの縁に合わせてください。この時向こう側に行き過ぎないように表面にプロテクションフィルムを置いていきます。まず端を固定します。フィルムが動かなくなりましたらば、今度はこの縁を合わせて向こう側に張り込みしていきます。まずこの上の面を張り込みしましたらば、この下側がまだフリーになっていますので、今度は下に向かって張り込みしていきます。この時この縁に水溜まりができないようになぞるように下に押し出してください。はい、これで2番の張り込みが完了になります。この後ろの3番も同じ張り方で張り込みできますので、そのようにして張り込みしてください。はい、では続いてドアミラーのベース部分のこのパネル、こちらを張り込みしていきます。はい、このようにこの形状に合わせてフィルムを置いてください。あとは水抜きしていきます。はい、これで張り込みが完了になります。はい、あと1番ですね。この1番も先ほどの5番と同じような張り方になりますので、形状を合わせて張り込みしてください。このようにして反対側の助手席側も同じように張り込みします。ドアハンドルプロテクションフィルムの張り方になります。左右で専用品になっていますので、必ず商品のタグのアルファベット末尾 R を運転席側に張り込みしてください。 L は助手席側になります。1枚のシートに2つのパーツが入っています。1つはハンドルの部分、もう1つはこのカップ部分になります。それぞれに張り込みしていきます。では実際に貼っていきます。まずはこのハンドル部分を貼っていきます。ハンドル部分はタッチセンサーの部分、この部分切り抜いてありますので形状を合わせてください。あとはプロテクションフィルム全体的に表面に貼り込みします。はい、次にカップ部分を張り込みします。カップ部分の位置合わせはプロテクションフィルムの縁がこのように角をオーバーランして、こちら側に来すぎないようにしてください。あくまでもこのカップ部分の表面に貼るように位置を合わせます。はい、これで張り込みが完了になります。反対側の助手席も同じように張り込みしてください。ドアエッジプロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは左右で2点、片側で1点ずつになりますが、右と左専用品になっていますので、必ず商品のタグを確認してください。アルファベット末尾 R が運転席側になります。 L は助手席側です。そしてタグがついている方が上側になりますので、こういった状態で張り込みをしていきます。では実際に貼っていきます。まず位置を合わせるのはこのモールの下のプレスラインです。モールの下までフィルムの端が潜り込みませんので、
必ずこのプレスラインから始めてください。それからとても幅の狭いフィルムになりますので、洗剤水を使うとなかなか定着しないで貼りにくくなってきます。そこで中性洗剤を水で希釈していないただの水、これを吹きつけて貼り込みしていきます。そうしましたらプロテクションフィルムの上側の端を、剥離紙を少しめくって、この状態でまず起点となる部分に貼り付けます。はい、この後このラインに沿って貼り付けていきますが、このドアのこの R 丸みの部分ですね、ここまでは巻き込まないように必ず表面に貼り込みしていってください。ここからも少しずつ剥離紙をめくってラインをしっかり追いながら、あまり左手にテンションをかけず引っ張らないように注意して貼り込みしていきます。この時に悪い例ですと、これから貼る部分がボディにくっついてしまっている状態で上から水抜きをしていくと、もうくっついているのでフィルムが動きません。これ失敗しますので、必ずこれから貼る部分は浮かした状態にしておいてください。慎重にフィルムを貼り付けていきます。はい、こうすることによって早く定着してしっかり貼り込みができますので、このようにして貼り込みします。反対側も同じようにして貼り込みしてください。フロントフェンダープロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは商品が2点になっています。まず運転席側はこのような状態で2つ貼り込みします。左右それぞれ専用品になっていますので、商品のタグアルファベットの末尾 FR になっているもの同士を組み合わせてください。反対側は FL になります。大きなシートが上側、小さなシートがサイドステップ側になります。では実際に貼っていきます。まずは上側のこのフェンダーを貼り込みしていきます。位置を合わせるのはフェンダーのライン、それからサイドステップとの境目のライン、そしてドアのラインになります。ここで各ラインのところにオーバーランしないように表面にプロテクションフィルムを設置していきます。はい、では続いて下側を貼り込みしていきます。こちらはまずフロントのタイヤハウス側のラインに合わせます。次にここはですね、このようにグッと大きくくぼみになりますので、この分シワが発生するようになります。したがってこのシワを解消するんですが、これはこちら側にプロテクションフィルムテンションをかけて、はい、こういったように引いて、そして貼り込みしていきます。はい、これで貼り込みが完了になります。反対側も同じように貼り込みします。はい、リアフェンダープロテクションフィルムの貼り方になります。こちらは右と左まず専用になっていますので、必ず商品のタグを確認して、 RR となっているものが運転席側になります。 RL は助手席側です。さらにこの1枚のシートに2つのパーツに分かれています。
一つはサイドステップとフェンダー、このように分離していますので、この部分に貼るもの、これがこの位置にあります。そしてもう一つがこの大きなフィルムになりますが、これがこの部分になります。この2つがありますので、最初に小さい方を貼り込みしていきます。では実際に貼っていきます。このプロテクションフィルムは全体的にこの形状に合わせて表面に貼り込みします。例えば少しオーバーランしてここを折り曲げることのないように、同じようにこの部分もですね、下に詰めすぎて折り曲げることのないようにします。ですから合わせるラインはこの部分です。位置が決まれば水抜きをしていきます。はい、続いてこの大きな部分を貼り込みしていきます。プロテクションフィルムをまず置きましたらば、このラインを合わせます。この部分、ラウンドしている部分、へこみですね、になっていますので、この部分に突っ張りを押さえるようにプロテクションフィルムを持ってくるようなイメージです。ではまずこの部分を水抜きしていきます。でこれでバランスが決まりますので、あとは全体的にこういったラインがずれないように見ながら水抜きをしていきます。はい、これで張り込みが完了になります。反対側も同じようにして張り込みしてください。サイドステッププロテクションフィルムの貼り方になります。とても大きなシートになっていますが、右を左を専用になっていますので、必ず商品のタグを確認してください。この部分にあります。 G87 の後、末尾が R になっているのが運転席側になります。 L は助手席側です。1枚のシートに2つのパーツになっています。幅の広い方はこのサイドステップ部分、そして幅の狭いパーツはこの部分に貼り込みします。ここは内側になる部分ですね。それから幅の広い方もこの間隔で一部内側に折り返して貼るようになります。では実際に貼っていきますが、まずはこの幅の狭い方を貼り込みしていきます。プロテクションフィルムはこの部分、分離しているラインですね、ここに合うように作っています。したがってこの部分と前側ですね、ここに合わせて貼り込みします。まずはどちらか一方の端を固定します。水抜きをしてフィルムが動かないようにしてください。こちら側を今固定しましたので、今度は前側ですね、少しプロテクションフィルム、この角を包むようになっていますので少し短くなっています。ですから今度はこちら側の端を先ほどと同じようにこういったところのラインに合わせて固定します。はい、これで両端が固定された状態になりますので、あとは水抜きしていない部分を仕上げていきます。でこの上側の縁の部分、貼り付きにくくなりますので、水をかけて少し薄めていきました。これで上から下に向かって貼り込みをしていきます。まずはこの上側を貼り付けていきます。
あとは角の部分に水残りが出ないようになぞるようにして下側に水抜きをしていってください。浮きやすい部分は水をかけながらスキージングしていきます。はい、これでこの部分が張り込みが完了できました。続いてこの大きな部分を張り込みしていきます。はい、では大きな部分ですね、張り込みしていきますが、ここでいくつか注意点があります。まず今回の今解説する商品はサイドステッププロテクションフィルムですが、これ以外にフロントフェンダープロテクションフィルムとリアフェンダープロテクションフィルムを同時に張り込みする場合には、最初にフロント、そしてリアフェンダープロテクションフィルムを貼ってください。フロントフェンダープロテクションフィルムはこの部分、そしてリアフェンダープロテクションはこの部分と、このドアのつなぎ目ですね、ここに合わせて張り込みするようになっていますが、貼り方によって多少のブレが生じてきます。したがって3点を張り込みする場合には、最後にサイドステッププロテクションフィルムを貼ることによって、それぞれのプロテクションフィルムの縁、この部分に動かして合わせて張り込みすることが可能になります。3点同時に張り込みする場合にはこの順番で張り込みしてください。それからサイドステッププロテクションフィルムは非常に大きなプロテクションフィルムになりますので、潜在水をかけるのがとても難しくなります。手に持ってかけるというのがなかなか困難になりますので、可能であれば作業台、何かテーブルのようなもの、濡れても大丈夫なようなテーブルのようなところにプロテクションフィルムを置いて、剥離紙からプロテクションフィルムをめくったところに洗剤水をかける、半分ずつかけて元に戻す、そして丸めて持ってきて剥離紙を剥がしながら貼るというのが理想です。なかなか難しいと思いますので、違う方法を今から紹介します。そのためにまず車はきれいに洗車されていると思いますが、念のためホコリなどを落とす目的で、このドアの部分をこのように濡らしてホコリを寄せ付けないようにします。そして一旦水をかきます。これを3回繰り返してください。3回繰り返したら4回目でこの濡れた状態に吹きつけておいてください。次にプロテクションフィルムを置いたバケツなどに水を張ってホコリがつかないようにします。ここから引き上げることによってホコリが落ちてくれますので、この状態にしてください。はい、そうしましたらプロテクションフィルムの面を先ほど水をかけたこの部分に押し当てます。ですから今手前に来ているのは剥離紙の状態です。ここで剥離紙をめくります。ドアに水をかけていますのでプロテクションフィルムが密着してくれます。剥離紙をめくったらこのようにして洗剤水をかけてください。このままサイドステップ部分にも洗剤水を吹きつけます。そうしましたらひっくり返していますので、粘着面をステップ部分に向けてプロテクションフィルムを設置します。前側でいきますと、フロントフェンダープロテクションフィルムのエンドの部分ですね、ここにラインがあります。そこにサイドステッププロテクションフィルムの縁がまずは付き合わせる状態、重なりません、付き合わせる状態になります。そしてこのラインがありますが、これをドアが閉まっている状態でサイドステップのこの縁に合わせます。これが横のラインになります。このバランスで一旦ここをフィルムを固定します。フロントフェンダープロテクションフィルムに乗らないように注意して水抜きをします。前側を止めましたら同じように後ろ側も止めます。この時少し隙間が空くと思いますので、この分をテンションをかけてリアフェンダープロテクションフィルム側に合わせます。
はい、ここまでしっかり止まりましたらば、あとはこの部分をしっかり水抜きして仕上げていきます。これでサイドステップ部分全体的に張り込みができましたらば、最後にドアを開けた部分に一部プロテクションフィルムが巻き込むようになりますので、ドアを開けてこの上側をしっかり水抜きして完了になります。反対側も同じように張り込みしてください。クォーターパネルプロテクションフィルムの貼り方になります。商品は全部で4点、片側で2点を使用します。右と左は専用品になっていますので、必ず商品のタグを確認してください。アルファベット末尾 R になっているもの同士を揃えます。そしてこれが運転席になります。 L 同士が反対の助手席側になります。その2点のうち L 字型の形状のもの、これがこの側面部分になります。そしてもう一つのパーツはこの部分です。スカフプレートの逃げの部分のカット、この形状がされています。貼る順番は内側となるこの部分を最初に貼っていきます。では実際に貼っていきます。これでプロテクションフィルムを載せていきますが、ここに表示のステッカーが貼ってありますが、この上から貼り込みします。位置を合わせるのはこのスカフプレートの逃げの形状です。ただしあまりぴったりくっつけないようにしてください。若干隙間が空くぐらいがちょうど良くなります。縦の位置はこの谷に合わせて貼るようになりますが、このあと若干10ミリほどここ折り返しますので、その分の分量もきちんと見ておいてください。で位置が決まりましたので、これで水抜きをしていきます。次にこちらを倒して張り込みしていきます。このままですと少し張り付きにくくなりますので、洗剤水が入っていない水をかけて少し薄めておきます。水のたまりがこの角にできないようになぞるようにしっかり水抜きしてください。はい、この面がしっかり貼れましたらば、次に側面を貼っていきます。この側面部分はまず高さは先ほど1番目に貼ったフィルムと同じ高さになります。かつ最初に貼った方の縁にこの2番目の縁をこのようにしっかり合わせるように貼り込みしていきますが、注意点は重ならないようにしてください。重なると浮いて剥がれやすくなります。ですのでそのリスクが心配な場合はですね、重なってしまうよりも隙間が空いてた方が貼り込みした後に目立たなくなりますので、貼りにくい場合には少し隙間を空けて貼り込みしてください。はい、これで張り込みが完了になります。反対側も同じように張り込みしてください。リアタイヤハウスプロテクションフィルムの貼り方になります。商品は左右で専用になっていますので、こちらの運転席側に張り込みする場合には、商品のタグのアルファベット末尾 RR のものを張り込みしてください。 RL は反対の助手席です。では実際に張り込みします。プロテクションフィルムの位置合わせはこの角になるんですが、小さな R ですね、向こう側に倒れ込んでいる R の部分、
ここを乗り越えないように表面に張り込みしてください。次にこの縦のラインも同じです。あまりこちら側に巻き込まないように注意してください。はい、これで張り込みが完了になります。反対側も同じように張り込みしてください。吸油口プロテクションフィルムの貼り方になります。こちらはタグが付いている方が上側になります。剥がしてしまうとタグが分からなくなってしまいますので注意してください。吸油口の蓋の形状に合わせて張り込みします。はい、これで張り込みが完了になります。リアバンパープロテクションフィルムの貼り方になります。こちらはこういった状態でバンパーのこの部分に貼り込みができるようになります。位置を合わせる部分ですが、縦の位置はこの部分という境がありませんので、全体的にバランス、あまり激しくこういったように偏らないようにバランスよく設置してください。あとは横の位置はちょうどこの谷の部分ですね、ここにプロテクションフィルムの縁が来るようにすると、このまま下側に向かって張り込みしていけば、これでバンパーの角の部分を倒して張り込みするようになります。では実際に貼っていきます。プロテクションフィルムを置きましたらば、バランスを見て、バランスが良ければ水抜きをしていきます。はい、これでリアバンパープロテクションフィルム張り込みが完了になります。このようにして張り込みしてください。はい、今回の動画 BMW M2G87 専用のカット済みプロテクションフィルムの紹介でした。いかがだったでしょうか。今回紹介しましたこれらの商品は当店のホームページオンラインストアで購入が可能になっております。商品ページはこの動画の説明文概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひ商品ページをチェックしてください。通信販売でご購入いただきまして、今回の動画を参考に DIY でも張り込みができる商品となっておりますが、どうしても張り込みに自信がないなという方いらっしゃると思います。ご来店が可能であればもちろん当店での作業も受けたまわっております。その場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますと、こちらから工賃を含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。
はい、今後もこういった車種専用のオリジナル商品、新商品は発売しましたらば随時このアクアチャンネルで紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。